中心部分ね、だいぶ黒ずんでるのがね、わかるかと思います。こんにちは、こじこじです。今回は前回動作確認を行いました。ハードオフでジャンクで購入した限定版ワンダースワン、タレパンダカラー。画面がね、液晶焼けしていてかなり見づらい状態なので、今回はね、完全に分解して液晶のね、レストア行っていきたいと思います。前回の動画見ていない方のために、改めてね、ちょっとどんな感じなのか紹介します。電源、オン。このような感じで非常にね、見づらい状態となっています。ちょっとコントラスト変更をします。このような感じですぐに白くなってしまうか、画面が真っ黒になってしまう状態で、とてもね、見やすい液晶とは言い難い状態です。今回はこちらのワンダースワンを分解して、液晶に貼ってあるね、変更シートというのがあるんですけども、そちらを交換して画面のレストアを行っていきたいと思います。それでは早速分解を行っていきます。その前にゲームのソフトと電池ボックスを取り外してしまいます。ネジ、裏面1、2、3、4、5、6箇所あるんですけども、プラスネジではなくトルクスネジになっています。それではね、分解していきます。ゲームボーイとかでもそうなんですけども、白黒液晶の本体、基本的に変更シート貼ってあって、劣化でね、画面真っ黒になってるものってありますよね。なんでそうなっちゃうのかちょっと僕はわからないんですけども、まあ多分ね、変更シートが剥がれかかってる状態なんだと思います。それでね、画面が黒ずんじゃって、ちょっとね、液晶が見えづらくなってるのが、今のね、このワンダースワンの状態だと思います。それではネジ6箇所外せましたので、後ろのカバー外していきます。ゆっくり持ち上げる感じで、はい、このような感じでね、後ろ面のカバー取り外せます。外せましたら、ネジと一緒にね、サイドに避けておきます。内部の基板はこのようになっているみたいです。GMPI の S5 ということでね、軍兵なのかな?軍兵の略なのかな?で、こちらのチップ。ちょっと見えづらいと思うんですけど、バンダイと書かれているチップがついてます。これかなりね、貴重なんじゃないかと思います。それではね、こちら、液晶のフラットケーブルが生えているので、このね、黒い部分、2箇所あるんですけども、両方ともね、このような感じで、スライドさせて外します。外しますと、こんな感じでね、液晶のフラットケーブル取り外せます。肝心の基板もこんな感じで、後ろ側ね、見ることができます。非常にシンプルな基板ですね。ちょっとスピーカー周り汚れてるので、後でね、無水エタノールで拭きたいと思います。それでは、こういったボタン類もね、外しちゃいたいと思います。特別今必要ないので外します。やっぱりゲームボーイと違って新しいからなのか、あまりねこの内部のパッドのところほこり溜まってませんね。ただこれもね、水洗いしちゃいたいと思います。白いボタンに関しては結構汚れてて汚い。今気づいたんですけども、本体をねこう優しくこううねらせてあげると若干ね、液晶が浮く感じがあります。やっぱりね、本体こういう風に少し歪めながら液晶こう指でね優しく引っ張ってあげると取り外せる感じです。液晶このようになっていまして、中心部分ねだいぶ黒ずんでるのがねわかるかと思います。で、端っこの方がねちょっと黄色っぽくなっていて、
これ変更シートっていうねシートが貼られてるんですけども、周りサイドからね剥がれている感じだと思います。なので今回はこちらの変更シート一回剥がしてね新しいものに交換します。それでは液晶部分表面ですね、表面サイドからデザインカッターなどを突っ込むとこのような感じでね、もう半分で変更シート取れかかっているので簡単に取り外すことができそうです。こういった感じでね表面の変更シート取り外せると思います。これぐらい取り外せましたら、手でね剥がしてるとねなんか液晶割っちゃいそうな感じがあるので、こうピンセットなどで優しくね巻く感じで取り外していきます。これでね液晶割ってしまうともう修理不可の状態です。このような感じで無事変更シートをね取り外すことができました。ちょっとね特殊な接着剤的な匂いがすごくします。で液晶の方こんな感じでね接着剤が残っているんですけども、これをね続いて落としていきます。今回は100円ショップで購入したシール剥がし液を使ってこの表面のね両面テープというか接着を取っていきます。軽く濡らして、あー結構取りづらいかもしれない、結構余裕で取れるかなと思ったんですけども、ゆっくり時間をかけてねこうしっかりとこすっていく感じですね。液晶こんな感じで綺麗にできました。続いて本体側にねつなげて動作確認を一応ね行います。それでは電源オン。どうやら通電してるみたいですね。ちょっと見づらいので画面を浮かせまして、変更シートこのような感じにしますと、おお、さっきよりもかなり見やすくなっているんじゃないかと思います。それでは変更シートをね液晶のサイズに切って貼り付けます。それでは基板を無水エタノールで拭いていきます。特にこういったボタンの周り接触がね悪くなってることがあるので、拭いてあげることによってねボタンの接触も良くなるんじゃないかと思います。そしてスピーカーですね、スピーカーの周りなんかちょっとね黒ずんじゃってるんですけども、こちらも拭いておきます。これはどっちかというと錆びてるって感じかな、ちょっと錆びちゃってる感じですね。続いてかなり汚れが目立つボタン類や本体のね側も一緒に洗っていきたいと思います。本体の側意外にねちょっと黄ばんでいるんですよね。水に浸して食器用洗剤などをね垂らしてそのままの状態で10分ぐらい放置した後にねたわしなどで綺麗に洗っていきます。それでは全体的に組み込んでいきます。全体的になんですけども、側もね水洗いしているので最初に比べるとねかなり綺麗になった感じがします。もうね新品なんじゃないかってぐらいね綺麗ですね。それでは最後に動作確認を行います。これでね画面がしっかり映るようになってたら完璧ですね。よいしょっと。それでは電源オン。最初に比べてかなり見やすくなったんじゃないかと思います。最初この角度でね全く見えなかったと思うんですけども、かなりね綺麗に見えますね。
コントラストの調整もかなり細かい感じでできます。もうね、目視で見てね、かなり綺麗なんですよ。もう全然違う。これでレストア完了です。ということで、無事に画面の修理レストア完了しました。といっても画面のね、変更シート取り外して新しいものに貼り替えただけなんですけども、僕の場合動画撮りながらなんですけども、1時間ちょっとでね、修理完了しました。ただ慣れない人がやると変更シートってなかなか取り外しにくいので、結構時間かかっちゃったりするんですけども、一度試してみてはいかがでしょうか。かなりね、画面の方見やすくなりました。僕すでにワンダースワンカラーを2台、ワンダースワンクリスタルをね1台持っているんですけども、白黒のワンダースワン実は今回初めてということでね、しかも限定カラーで完品の状態ということでね、これからもね大事に使っていきたいと思います。この動画が面白かった、参考になったという方はチャンネル登録、グッドボタンを押していただけると僕のモチベーションが上がります。またチャンネル登録ボタンの横にこのようなベルボタンがあるんですけども、そちらクリックしていただくことによってね、最新の動画の通知が届くということで、合わせてクリックしていただけると幸いです。またこちらに過去の動画あるので、また見ていないという方いましたら、ぜひ見ていただけると幸いです。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。